どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、今回は漫画の回でございます。えー、子供のおもちゃ、小花美穂さんですね。はい <laughs>、まあ。全然有名かなと思います。えー、と、僕も名前は知ってたし、絵も知ってたんですけど、当時はしっかりとは全然見てなかったですね。読んでなかった。で、まあ、ひょんなことから、あの、僕の家に会って、しばらく会ったんですよ。まあ、妻の友達が、まあ、 くれたんですよねそれで置いてあったんですけど、まあ、いかんせん読む気がしなくて、<laughs> でもせっかくあるから読んでみようと思って全10巻ですけれども、まあ、お話としては、まあ、あこういう感じかと。はい。その、面白いか面白くないかっていうと、この40過ぎたおっさんが、子供のおもちゃを見て、これは面白いとはならない。<laughs> なんか、別にすげえつまんなかったわけでもないんですけど、これは子供のための少女コミックだなと、やっぱ思いましたね。まあ、だから、主人公、 とかが、小学校6年生なんですよ、最初ね。まあ、そっから中学生になって、時の流れがしっかりあるんですけれども、要はその近辺の自分とかが読んでたら、結構いい作品っていう風に思えるのかもしれないし、まあ、その世代の子たちのための物語かなと思います。そういう意味で、えー、まあ、おすすめかなといった感じで、おっさんで読むのは別にっていう <laughs>。ま、話としてはね、恋愛とかも絡んでるし、まあ、すれ違いがあったりとか、 まあちょっと病気関連の出来事があったりとかまあそれを乗り越えるみたいなまあそういうのがありますねまあオーソドックス要はオーソドックスなのかもしれないですけど主人公のサナちゃんっていうのが子供のタレントなんですよでまあそれなりに人気があるみたいなでアカシアさんまのモチーフになったヨンマさんっていうのが出てくるんですけどサンじゃなくてヨンマさんっていうのが出てきてそれこそあっぱれさんま大先生みたいな番組みたいなの収録があってそれにサナちゃんがまあ出てたりするんですよねで一方その相手役っていうか 葉山くんっていう男の子がいるんだけど、それは別にタレントでもなくて、学校の、まあ、どっちかといえばいじめのリーダーみたいな、暗い、ツーンとしてて、先生いじめるみたいな。それで、まあ、ま、あさなちゃんがそういうのは許せないから、ま、あ最初そこは対立していくんだけど、ま、あそこから恋愛になっていくい。で、ま、あ子供タレントの男の子が絡んできたりとか、新しい中学生になった時に、えー、ふうかちゃんっていう女の子がいるんだけど、ま、あそれが若干ライバルみたいになったりとか、ま、あそういうのもあって、で、葉山くんが別な男の子に刺されるとかね。 命の危険みたいなまで行くんだけど。まあ、最終的にはサナちゃんの、えーまあ、病気みたいな。ま、もともと捨てられてた子だったっていうのがあるんだけど、まあ、そこからの、まあ、トラウマじゃないけど、精神的なもの。まあ、そこが最後のカみたいになってて、まあ、それを乗り越えるみたいなお話です。個人的に好きなキャラは風花ちゃんですね。うん。関西弁で、まあ、うじうじしてないっていうか、さっぱりしてる感じがいいかなと、思います。<laughs> 40のおっさんが。 あと、サナちゃんのね、お母さんも結構好きかな。立ち位置的に。本当のお母さんじゃないけど、育ての親。で、いうことはビシッと言う。で、小説家だったかな。執筆してるエッセイとかも書いて。うん、そういう立ち位置なんだけど。うん。まあ、ノリとかは好きですね。全体的に。ふざけるノリとか、言葉遣いとか。なんかそこは結構僕は嫌じゃないなっていうふうには見てました。で、これ、あの、もう一冊、その後の話っていうか、えっ、ー、と、尾花さんの別な、 お話ハニービターだったかなと子供のおもちゃが、まあ、コラボしてる話が別な雑誌っていうか本であってそれももらっててそれも見たんですよで子供のおもちゃ自体は中学の時点で途中でもう終了するんですねでそのハニービターっていう、えー、弁護士だったかなの主人公がいるんだけどそれに、えーまあ、タレントのサナちゃんがマネージャーと一緒に相談に来るみたいなお話が書いててもう26歳になってて葉山と結婚してるんですよね だから、大人の葉山も出てくる。んで、子供が生まれるみたいな。なんかそういう話もありました。それも読みました。こういう話だったかと。いった感じで、子供のおもちゃ。まあね。あ、この当時の少女コミック、本当に僕見てないんで、ほとんど。結構有名どころも。花より団子とかさ。全然わかんないですよ。子供のおもちゃは消化できましたね。はい。といった感じで、まあ見たいってい方はぜひ見てみてください。はい。24歳この辺で終わりたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。さよなら。